先生で18歳の時から柔道を学ばれ、各流の優れたところを集められ、それに技術的に思想的にと工夫と研究を加えられたのです。加納先生の手によって全く生まれ変わったものとなったのが現在の柔道であります。柔道は体育として、自己防衛の術として、男はもちろん女子供にまで広く行われるようになりました。そのため柔道はますます発展して、日本はもちろん遠く欧米にまでその名を知られ、世界の人に親しまれるようになったのであります。ここに合同館柔道が開かれて70周年、その記念を祝福するために合同館で全国選抜講談社柔道大会と全日本年齢別柔道選手権大会が2日間にわたって開かれました。本日庄屋の起源並びに全国柔道会の方々がご参集くださいまして、合同館創立70周年記念の式典を挙行いたしますことは、全柔道会の大きな喜びでございます。合同館創立70周年記念の盛大な式典に参列いたしまして、私は感激に堪えないのでございます。第1日の講談社大会では、まず東京の松原六段と東海の杉山六段とが対戦しました。杉山六段は左大内刈り、右大車、右大外刈り、羽腰と攻め立て、松原六段は足払いで応戦しましたが及ばず、杉山六段、右大車の勝ちでありました。関東の月野六段と近畿の山本六段、山本六段は得意の巴投げで月野六段を再三脅かし、結局山本六段の優勢勝ちとなりました。九州の平田七段と北海道の山本七段の対戦であります。かつて天覧試合で優勝した左右大外刈り、内股の鋭さで有名な平田七段に対し、元早稲田主将山本七段は堂々と対戦。山本一度は平田の右内股で取りましたが、場外によく逃れました。その後も山本はよく健闘し、後半小内刈り、足払い、大車等で平田七段を攻め健闘、引き分けに終わりました。続いては新越の稲田七段と中国の新見七段。新見七段は64歳で本大会最年長者、見事な体さばきで左小内刈りから右内股に稲田七段を攻め、送り足払いに決めて新見七段の勝ちでありました。続いては東京の伊藤八段と東北の岩渕八段。
内八段左内股で攻めれば、伊藤八段よく逃れ寝技に引っ込みましたが、ついに決まらず結局引き分けに終わりました。近畿の村地八段と東海の大島八段、両者とも寝技の応酬で時間いっぱいよく戦いましたが、決め技がなく引き分けに終わったのであります。かくて本日の試合で勝った人たちは加納館長から賞品を授与され、和やかなうちに柔道大会第1日を終わりました。大会2日目の全日本年齢別柔道選手権大会は浅草蔵前の国技館でおよそ8000の観衆を集めて、年齢別に ABCDE の5組に分け、各組とも地区代表選手によって行われました。投げ技と固め技とを持って行われ、攻防意志のままに千々万化であります。相手を投げるにも、相手の技に応ずるにも、自分の体の身体変化が上手でなければいけません。相手に押される場合、相手の力を利用して相手を倒すのであります。相手の変化に応じながら、相手の力を利用するように工夫することが大切であります。この方は故加納講道館師範が日本伝講道館柔道創立以前に学ばれた紀藤流の型であり、講道館においてはこれを古式の型と言っております。紀藤流の技は鎧組打ちより発達した投げ技でありまして、よく運動の妙味を表現しております。方は柔道の極致を自然現象になぞらえて表したもので、故加納師範の柔道への理想を象徴化したものとも言えましょう。各方については特別の名称はありません。予選で対戦した東京の熊切三段と中国の宗近初段、
綱切りは小柄の宗近を圧倒、右大内刈り、右体落とし、左釣り込み足と攻め立て、結局右体落としで綱切り三段の勝ちでありました。続いては東海の辻村二段と北海道の原田初段の対戦であります。辻村攻勢に出て技ありを取りましたが、以後消極的であり、原田の横四方固めに敗れました。いよいよ決勝は東京の熊切三段と関東の黒川二段。熊切体落としに行けば黒川返そうとしてならず、再三にわたる熊切の体落としついに決まって熊切三段の優勝となりました。B 組1回戦では東京の大悟6段対九州の橋本6段、大悟右小内刈り、橋本左小内刈りで応酬、熱戦となりましたが、ついに時間いっぱい大悟攻勢による優勢勝ちを得ました。準決勝では東京の大悟6段と近畿の広川5段が対戦。広川最初から攻勢に出まして、大悟危うかったが慌てず、よく右釣り込み腰でこれを破りました。いよいよ決勝でやります。東京の大悟6段対東北の夏井5段。夏井右大内刈り、大悟右小内刈りで応酬、ついに優勢勝ちを得て大悟6段が優勝いたしました。C 組に入りまして、中国の須崎6段対新越の高島6段は高島6段の優勢勝ちとなりました。続いては東海の熊田五段と北海道の阿部六段。優勢で阿部六段の勝ちでやりました。かくて準決勝に登場した近畿の中村六段は新越の高島六段を得意の内股で破りました。いよいよ決勝でやります。近畿の中村六段は四国の港六段と対戦、またも得意の内股で中村六段の優勝でやりました。1回戦では近畿の岡本六段対東北の菊池七段の対戦であります。岡本六段はサイドにわたり得意の左内股で菊池七段を攻め、ついに岡本六段の勝ちであります。かくして決勝に進んだ岡本六段は東京の内藤七段を小内刈りで破って優勝いたしました。E 組に進んで四国の武田七段対東京の曽根八段。曽根八段得意の寝技で横四方固め、武田七段を破りました。東北の佐藤七段対九州の富永六段は徹底的に攻勢に出て佐藤七段の優勢勝ち。東京の曽根八段対近畿の山本八段、またも曽根八段は後ろ下固めで近畿の山本八段を破りました。いよいよ決勝であります。東京の曽根八段は中国の大木七段と対戦。
兵八段は初めから大外刈りで大木七段を脅かし攻勢。ついに大外刈りから寝技に移り、後ろ下で戸辺八段ついに優勝を遂げました。試合終わって各組の優勝者にそれぞれ講道館加納館長から賞状が授与されました。かくして2日間にわたる講道館創立20周年記念の全国講談社大会と年齢別大会の2つの大きな行事は滞りなく終わったのでございます。柔道は日本で生まれたものであり、技術から言っても精神から言っても日本文化の一つとして世界の何人からもその価値を高く評価されるようになり、日本の柔道から世界の柔道へとなったのであります。正しい優れた本質を十分発揮して、世界の平和、人類の幸福のために貢献することでありますよう。講道館の名と柔道とは切り離すことはできない。柔道の総本山とも言うべき東京の講道館には柔道を学ぶためにたくさんの人が集まってくるが、その中にはアメリカ空軍の兵隊もいる。今は亡き加納治五郎先生は日本伝来の柔術を教育と体育の立場から研究して現代の柔道を作り上げた。今日柔道と言われ、日本国内はもとより広く外国でも行われているものは全て講道館柔道である。最近になって柔道はいよいよ盛んになってきた。アメリカの空軍では柔道を必ず勉強することになっており、そのためにアメリカ本国から研究生が送られてきている。柔道を学ぶ女性の数も多くなった。日本全国で柔道を学んでいる女性は500人以上もおり、その中には有段者が40数名いる。外国でも日本柔道が行き渡っている。柔道の盛んな国々のために国際柔道連盟ができている。これに参加している国はアメリカ、イギリス、フランスをはじめとして18カ国ある。有名な第五六段の顔も見えて、毎日1000人以上の人が稽古に集まり、500畳敷の道場も大変な混雑。柔道はスポーツとして、護身の術として、また人間完成の道として世界の人々に認められ、躍進の時を迎えた。鯉のぼり翻える昭和28年5月5日、東京両国の国技館の周囲を延々長蛇の人の列が取り巻いた。全日本柔道選手権大会を見に集まった人々は指物国技館を埋め尽くし、なお数千人が入場できなかったほどの盛況であった。実力日本一を決める昭和28年度全日本柔道選手権大会、柔道の王者を定めるとともに、日本柔道史を飾る晴れの大試合が行われる五軒四方50畳敷の試合場。澤委員長、加納会長、骨森博士、三船審判長、
1万5千の観衆が固唾を飲んで試合開始を待つ。天皇杯を先頭に晴れの舞台に入場する代表選手32名、日本全国を10地区に分けて予選試合を行い、それに選ばれた人々が今最後の栄冠を争おうとする。昨年度の大会で日本一の優勝者となった吉松芳彦七段から天皇杯を返還。大会会長加納理誠氏の開会の挨拶。風薫る5月の良き全日本柔道選手権大会が行われますことは、我ら柔道人の金会とするところで、この日のために特に来庁した世界的科学者、そしてフランス柔道連盟会長であるボネモリー博士は、記念品を贈られた後感想を語った。La Fédération française de judo entretient des relations très étroites avec le Kodokan et la Fédération japonaise de judo, suivant l'esprit même du docteur Jigoro Kano, d'amitié internationale et de cordialité. Le judo français désire inviter. Le judo est maintenant un pont au-dessus des mers entre la France et le Japon, et chaque année, nous désirons inviter un champion japonais choisi par le docteur Kano.試合場に主審副審が並び、いよいよ1回戦第1試合、東北の夏井五段、北海道の二瓶五段が登場した。夏井五段は右の大外巻き込みでまず軽く二瓶五段を制して2回戦に進みました。判定の旗を持つ副審、居並ぶ代表選手のうち勝ち残るのは果たして誰であろうか。第2試合、信越代表バンバ五段対近畿の雄中村六段。足首に包帯を巻いた中村に対し、バンバは内股すり込み足で攻めています。中村の大外刈りをバンバ逆に右への返し技、中村六段1回戦に敗れる番狂わせを演じました。昨年の覇者吉松七段に対する中国の海老原六段の対戦、南米遠征から帰った吉松は堂々三十冠の巨体を利して盛んに海老原に攻撃を加えます。吉松右の大外刈り、鮮やかに決まりました。テレビジョンカメラが実況を捉えています。ラジオもこの盛況を全国に伝えています。左より東京の山中四段、右より九州の古豪松本七段。6尺余りの長身から強引な大外刈りを連発して山中を脅かし、優勢勝ちを得ました。大谷大学 OB の広川五段対慶応 OB 水谷六段の対戦は、互いにスピーディーな攻撃を応酬、結局広川の足から返しに外貨が上がりました。東海代表富山県出身伊藤秀夫六段対九州福岡の新進気鋭重松五段、右が伊藤、左が重松であります。伊藤の内股、見事に重松を横転させました。東京の伊藤信夫六段対東北の根本五段、右側の伊藤は明治大学 OB、 左側根本は東京農林の出身。根本の背負い投げ、伊藤返し技で一本根本を破りました。続いて東京の石川七段対北海道の阿部六段、石川は昭和24年25年と2連覇を成し遂げた老校選手。この気を逸せず送り襟締めに回り激しく攻めています。阿部懸命の防戦、
しかし老練な石川はそのまま阿部を圧倒し、阿部はついに畳を叩きました。九州の石橋六段に対する近畿の小田三段の一戦、小田は実に6尺4寸25冠という巨冠、本大会のダークホースとしてその活躍を期待されています。石橋の対応としは効果なく、小田の釣り込み腰、これまた功を奏せず場外へ、結局石橋の判定勝ち。九州の橋本六段対東京谷口四段。谷口の大内狩り、橋本これを返して1勝を挙げました。黒眼鏡の石黒圭七八段。1回戦16試合を終わって次の2回戦に入る前に少年の指導乱取りが行われて満場の喝采を浴びました。審判長が鋭く見守るうちに試合は2回戦。左に夏井五段、右にバンバ五段。バンバ釣り込み足に行くところ夏井これを押しつぶし、攻勢に出て送り襟に攻めています。バンバは巧みに体勢を一回転、危うく引きを出しましたが及ばず、結局体落としで夏井の勝ち。払い腰よく防いでいる戸高六段、吉松対戸高、九州同士の対戦。吉松左の体落とし、戸高を破りました。広川五段対東京の遠藤四段。遠藤の強引な大外を広川手負い投げに脅かし、高等差を収めています。広川またも手負い投げ、遠藤の体は弧を描いて1回転、ものの見事に決まって広川の勝ち。左より関東の朝日六段、右より四国の港六段。港盛んに内股で朝日を脅かしますが、朝日五尺三寸五分のショークながらよくこれをかわしています。しかし判定の旗は終始公正の港に上がりました。石川対石橋の一戦。石川の体の崩れに乗じ石橋は寝技に抑えんとしましたが、石川巧みに返して逆に石橋を抑えました。上四方固め。抑えられた石橋は必死に逃れんとして渾身の力を振り絞って頑張っていますが、石川の抑え込み固く、ついに30秒石川の勝ちであります。終わって華やかに女子乱取りが緊迫した大試合を彩りました。2人の外国婦人が初段の技の際を見せて満場を沸かせています。かくて試合は3回戦へ。吉松対夏井。吉松18番の左内股にわずか1分余りで夏井を一転させ、まず軽く準決勝へ進出。松本対広川。背負い投げ、大内狩りと積極的に松本を攻撃、勝ちある試合を見せています。松本釣り込み腰から巻いて1本、広川を破りました。石川橋本の対戦。橋本の足からい、
石川足からい返しと東方足技の応酬。石川小内刈りから思い切った一本上位ならず。試合時間10分いっぱい、石川も優勢勝ちを得て準決勝へ進出しました。準決勝に入る前、外人たちが段取りに日頃の技を競いました。準決勝戦、左側2連覇を狙う吉松七段五作中寸三十冠、右側昭和23年度の選手権者松本七段六尺五分22冠、共に堂々たる両選手の対戦、互いに襟を取って組み合いました。吉松は豪放な内股右跳ね腰、左からの払い腰を得意とし、松本は右の大外刈り一本槍で相対しています。吉松左内股、右内股、吉松は盛んに松本を脅かしています。松本よく防ぎましたが、吉松の構成が見られて判定勝ち。吉松はいよいよ決勝戦へ臨むことになりました。輝く天皇杯をめぐって優勝の色濃くなった九州の吉松七段と、東海の伊藤英夫六段、準決勝第2試合を争う石川七段伊藤六段、左が伊藤、右が石川。伊藤は五尺八寸23眼のタイプ、精悍な風貌で石川と対しています。伊藤の前取り組み足一戦、石川の曲はもんどり打って倒れました。わずかに1分20秒、あっぱれ伊藤足技の際、往年の覇者石川に三度優勝の夢ならず、伊藤は宿坊を達し決勝戦へ進むことになりました。今や最後の雄英を争う時は来たのです。両選手は一度試合上に栄誉を表しました。主審は三船審判長、重松伊藤港石川と破竹の勢いでなぎ倒してきた伊藤英夫六段、疲れた色もなく優勝を目指して颯爽と登場。一方、海老原、戸高、夏井、松本らを下して順当に勝ち進んできた吉松七段、伊藤、吉松の襟を取れば吉松の両襟をつかんでの対戦。両選手相手の足元に視線を落として気をうかがいつつ、じりじりと小刻みに足を送っています。吉松得意の左内股1回、2回目、しかし伊藤は上手の隙を与えません。伊藤釣り込み足で逆襲、さらに釣り込み足、また釣り込み足、いずれも通じません。吉松左内股、左内股、伊藤よく捉えました。吉松応じません。吉松左内股、吉松
内股。吉松の内股の攻撃は必要を極めています。しかし伊藤は健闘よく強豪吉松と互角に対戦しています。伊藤また仕掛けを落としました。吉松左内股。水根出身の審判は下り、吉松七段は強敵手伊藤六段の肩を叩き、この前線力投を称えました。吉松七段2年連続優勝を成し遂げました。九州鹿児島にあって西郷隆盛の城山に前日駆け足で走り登った猛訓練は今ぞ報いられました。昭和28年度の柔道の王者は優勝旗を故郷鹿児島に飾ることになりました。J'ai eu grand plaisir à offrir une coupe au nom de la Fédération française de judo au champion du Japon, M. Yoshimatsu, qui était certainement le meilleur. より関東の朝日六段、右より四国の湊六段。湊盛んに内股で朝日を脅かしますが、朝日五尺三寸五分のショークながらよくこれをかわしています。しかし判定の旗は終始攻勢の湊に上がりました。